それでは皆さん、朝がやってきました。目を開けてください。おはようございます。おはようございます。残念ながら犠牲者が出ております。唐揚げ。それでは議論の時間7分でいきましょう。議論開始。おはようございます。おはようございます。食べました？食べられちゃったよ、唐揚げ。唐揚げ食べたかったよ。唐揚げ食べてない、食べてない。あ、食べないで。いけ。なんだ、あの食べた。食べたの。今日はね、ベネディクトエッグを食べました。ベネディクトエッグ。何コンビニで売ってるやつ。インスタ映え、インスタ映え。その言い訳しようかと思った。確かに。今日は、なんか狼を見つけたよとかっていう予言者の人とかっていう、もう言っちゃいます。予言者とか、ね、霊媒師の方、うん、ちょっと出れるんだったら出てもありなのかなっていう気は、まあ絶対じゃないけど、出たいと思ったら出てもらっていいかなと思うけど、あ、まだ、まだ本当。いや、なんか理由があるんでしょ、きっと。ボディーガードも連続で同じ人を2回護衛できないから、そういう意味ではなんか、まだ裏切り、見つけてないんだったら人狼を、まだちょっと隠れてない、ってことは、まあ、ボディーガードはまあ失敗したわけですからね、今回は。そう考えたら、多分まだ予言者は占い出せてないってことなのかな。まあこんだけね、多分そうですよね。だって黒出せてたら早めにもう出ないと思います。人狼が分かってれば出してもらえればって感じなんで、まあそこ出ないんだったらちょっと抑えていただいて、けど一番ね、僕ちょっとゆりさんがこちら側にね、シュッって目線を持ってきた時の BBC さんのね、動揺っぷりったらね、あれはマジなのか何なのか、何だろうね、その何だろう、ドキドキのあれなのか、それとも本当に人狼なのか。ゆりさんに見つめられたからドキドキしたんです。ほらほら、素直に言うな、もう本当に素直な。ドキドキするでしょ。いや、それするでしょ。なんとかって言うけど、こんな村で大丈夫。おい、いなくなったからってまた言うじゃないよ。いや、もうカムイには悪いけど、もう俺は必死にね、人狼探したいよ。え、けどね、マネージはね、結構投票みんな、ね、マネージに入ったけど、俺は市民、市民の人で置いていいと思ってんのよ。そうですね、どうしよう。いや私はそう霊媒師なんですけど、霊媒師なんですけど、カムイさん黒だったんです。狼さんだったんです。あ、人狼人狼人狼なので、今残り2人なので、神様の言葉ちょっとずつ考えた方がいいかなって。神様の言葉、神様の言葉、神様の言葉、神様の言葉を書いたよね。急に神頼りになったの違うよね。ボーリーごめんなさい、こういうことです。聞いていこう。モリを探せじゃなくて人狼を探せだからね。そうだね。他に霊媒師だっていう人いないよね。そりゃいないですけど。いないでしょ。でも、唐揚げさんがあと4分いなくなっちゃったって。あと4分。唐揚げさんに疑われてた人が怪しいんじゃないかなと思って、大食いで、私か。さっきの票集まってる人の話に来るかなと思ったら、大食い対決が狙われたっていう。だってあんなにさ、人狼側になんか投票されてたから、次もさ、投票でもしかしたら残したらさ、人狼かもしれないのに、いや、まっとうすぎる。普通に仲悪いのかと思ったから、いさるさるさばき始めたんだけど。全然じゃあ、iTunes の中ではリサルが今、まあ、人狼として疑わしいっていうことでいい、ね、なんか、そう、状況を見ると怪しいかなって思う。ちなみに、昨日カムイに投票した人って誰？手挙げて。決選投票で。決戦、最後。これ、あ、そっか。決戦、俺決戦も、最初の投票も俺で全部カムイ、とりあえず、今日処刑する人はこれを抜かしていいんじゃないか。なるほど、そっか。もう一回ちゃんと手挙げて。決戦の前は挙げてたけど、最後は外してる。なんでですか？唐揚げが、私はわざわざ揃えたんだから、私信用してよっていう言葉が怪しくてしょうがない。だから唐揚げに。でもそれは逆に俺はちゃんと村として村人だと思った意見だとは俺は思ってるよ。だいぶ村目ですよね、わざわざ。そういう必要はない。確かに、あそこで唐揚げさんがマネジーとかなんとかとか言っちゃったら、唐揚げさんは多分次の日処刑されちゃうのかなと思うんですよね。なるほど、なるほど。よ、タケコ
タケコは結構ね、なんかいろいろしてる感があるから、ね、その村まだ 100% ではないけど、ね、あと2分、探し方としては逆にタケコ以外のロケットパンチお二人は今どう思ってんのかなみたいな。いや、あ、こいつは悪いやつですよ。身内から騙されていけませんよ。これが身内切りか。騙されていけませんよ。身内を裏切りは村の望みです。こんな村とか言ってる。PPG から見てなんでタケコはちょっとあれなの、そのえリアルリアルに何か疑わしてるのか。これ言っていいのかな。前のさっきの感じで僕はさっきの趣味だと思ったのに人狼だったの。前のやつやったやつで結果があ、テストで、テストで、テストで未来の、未来の、だから、あ、お前、おめえだったのかと思ってだから俺、今日もう一回騙されたなと。まあでも、まあまあまあ、私新たな気持ちで見直した時に疑い深いかどうか、疑わしいかどうかって感じ。あとはここから探っていこうかなって感じはします、うん、プライベートは確かに肉食だよ。プライベートは肉食だよ。だけど聞いてないよ。聞いてないよ。あと1分。ちょ、ボーリーなんか言ってるよ。ボーリー黙りましょう。私、そう、私聞きたいんだけど、たくみが最初、おばあちゃんの言い伝えでマネージ入れたもんね。その後、カムイさんに最後変わった理由は何？いや、なんかあの、まあ、最初にあのアニメとかで殺される雑魚キャラ感があった。そういう理由で、ね、なんかそういう人ってすごい大声張り上げるタイプが多い。絶対そうか。趣味か神様か。趣味か神様か。趣味か神様か。究極だぞ。ゆきちゃんは隣にカムイ座ってて、その声の大きいなみたいな感じはあったの？ありました、ちょっと。それでは議論終了です。それでは投票いきましょう。投票はカムイの隣のノノ。おー、そうだな、ユーディさんの言動に惑わされすぎている。 PPC が怪しいと思うから PPC に1票です。でもなんだかんだで自分を守ろうとしてる感じが強いんで、マッツン。そのなんか3人のグループがどちらも喧嘩し合ってるから、これが本当の物理的に身内切りしてるのかって思ってあれだったんですけど、最後たくみさんに話振ったら、でもあんまりなんか、あ、いい人だなみたいな感じは分かんなかったです。たくみさんかな。私は簡単に信用できるっていうことを言いやすいのは内訳を知ってる人かなと思うので、ケイト。なんか今のちょっとしっくりしたなけど、俺はロケットパンチのタケコ以外にオオカミがいるんじゃないかと思っているので、ウォーリーに。じゃあ僕刺されたんで、ノンノンさん。私は身内切りにあったので、僕はメンバーを信じてるんですけど、ちょっと怪しいと思ってるのがリサルさん。なんかちょっと僕の中ではまだ怪しいと思ってるんで、リサルさん。僕はですね、基本もうみんなを信じて怪しいところを削っていこうっていう考えでいるので、とにかく信じるのは当たり前なんですよ。だから、ちょっとその村人かなって思う感じで弁明して死んでしまった唐揚げを最終的に入れてる僕はユミさんがちょっとよく分からないなって思ってますので、ユミさんに1票。誰だ。ロケットパンチの3人のやり取りはなんかやっぱりその雰囲気の中にごまかしたい何かがあるのかなっていうのをちょっと感じたから、僕はね、ウォーリーが一番僕の中ではピンときてるかな。ウォーリーに言います。はい、ちょっと肉食系っていうワードがすごく引っかかってるので、タケコさんで。本当に食べちゃうんじゃないかと思う。
ゃあ、人狼になると喋らなくなるのはゆりさんも一緒なのでゆりさん、私はもうちょっと PPC を遊ばせたいなと思っているのでそこには入れずウォーリーに入れます。それでは本日は3票獲得したウォーリーが追放となります。何か言い残したいことがあればどうぞ。今ので僕人狼が誰だか分かりました。頑張ってください。それでは皆さん夜がやってきます。目を閉じてください。